チームはもうどっからでも死んじゃう火力があるんで、一瞬たりとも目が離せませんね。この試合ノーマル、ウェルカムトゥザワールドオブマーヴェル vs キャプコン3 with the finest heroes assemble。 Get ready to fight for life。 シーハルク、シーホーク、ベスカー、マグニート、バージル、いつものチームです。先ほどはチョウさんが立ち回りで完封したんですが、どういった立ち回りになるんでしょうか。先鋒戦、トロン VS ベスカー。さあ離れた立ち回り、ワンコンボ引っ掛けたのはチョウさん。アシストも巻き込んで、これは減るぞ。ゲージは使っていく。アシストを一人殺して体力も9割奪っていく。これはでかい、このリードはでかいですよ。トロンは、あー、ここは刺さったんですが、ちょっと拾えない。うわー、なんか変なとこから殺して出現攻め、ナイスガードしてます。チョウさんが逃げる、ファクター消えるまで無理しない。マグニートの機動力を生かして空中から逃げる、技を振らない、逃げてファクターが切れてから攻める。うまいですね、この辺遠距離戦で引っかかったんですが、ここはアドリブ効かない。うまいですね。ここは安全にバージルにチェンジして、ここから固めていく。有利な状態で剣つけて、うまい、マグニートのアシストとバージルのワークで挟み込んでの連携、うまいですね。このチームエリアルは通らない。今のは確定か、うまいぞ。これはファクターがないので厳しいところ攻めが。チョウさんはリスクを恐れ、リスクをリスクのない行動で安全に遠距離から剣つけて、まずは一本はチョウさん、すごいです。ハピバッシュしちゃったんで、今の試合は結構一気に決まっちゃったんですけど、アベゲンさんも引っ掛けるとありますよ。チョウさんのレスカーが丁寧に立ち回る。アベゲンさんは一発当てたいですが、まだファーストヒットはチョウさん。チョウさんのレスカーが止まらない。ここはスナップバックでシーハルクを呼び出す。アッキー中段が当たってしまう。ここ入って、ここはシーハルクが押し返す。ワンコンボからゲージを使っていく。グレイドはグレイドを使わなかったんですが、フォローにチェンジして、マイティーソーにグレイド。ここはウェスカーを落としていく。ソーのままの置き攻めでマグニート対ソー、立ち回り勝負になるんですけど、どうなるんでしょう。チョウさんは落ち着いてますね。無駄な技を振らずに冷静です。引っ掛けたのはチョウさん。空対空からワンコンボ、補正切りの空中投げから、ここはバーゼルにチェンジ、安全にチェンジして挟んでいく。ヒットしてしまう。うまい生交代を狩るんですが、うわ、ここわかんないぞ、これ怖い。うまい、チョウさんが、あー、ここはチョウさんのバージが止まりませんね。ワープを絡めてマグニアシドワープ止めれません。コンボしっかり決めて、チョウさんが投げてワープ、疾走から剣ガードさせて、うまいですよ。ファクターを警戒してますね。阿部健さん、ここは勝負に行ったんですが、ガードされてしまった。壊し去ってワンコンボ、死んじゃうぞ阿部健さん。これはあるぞ、ワンちゃん。出現攻めは、うおー、チョウさん今のうまかったんですけど、阿部健さん読んでたのか。うわー、今の攻防は多分深すぎて分かりませんが、何だったんでしょう。すごい、これがやはり阿部玄さんはこのワンチャンスがありますからね。このチーム怖いよ。ベスターがまたもファーストヒットは張さん。
ンも入って新ハルクを呼び出す。資源攻めはガードされてしまうが、新ハルクはここちょっと暴発したか。張さんがここの立ち回りもいいですよ。安定した立ち回りで、だがここで阿部源さんがワンヒット当てる。ゲージが2ゲージあるぞ。綺麗色で張飛は使わない。張さんがぶっぱ張飛で当てて、阿部源さんはリレー色でマイキーソーを出す。ここはゲージを使わされて、翔さん美味しい。今のはワンコンも繋がらない。あー生交代読んでたか。しっかりガードしてコンボ。ここは落とす。出現攻め、シーハルクに対しての出現攻め、ガードしているぞ。だが分かんない。ここはワンコンボ入って減るぞ。ゲージは4本強、3ゲージ使ってシーハルクを落とす。マイティーソー対3キャラ、これは厳しいか。 X ファクターあるんですがかなり厳しいです。張さんは無理はしない。安全に安全に立ち回ってファクターが消えるまで無理はしない。下がりながら様子を伺う。しゃがんで飛び道具を避けて刺していくな。張さんここは X ファクター使って、これは厳しいか。うまいですね。終始安定した立ち回りで張さんの勝利です。